Thank you.
かんながいいのかなこれみんな笑っちゃうよね。もう横向いてさ歌ってる方さ、もう一度もう一度みたいなさ電車止まった時めっちゃ見られて、もう目合ったら吹いちゃうからさ、目つぶった方がいいのかなやっぱりねえ、一曲だけちゃんと歌っていいですか続けませんこのままだと帰れないすみません、後ろになっちゃいますけど、一曲だけちゃんと歌っていいですか。この、また来た。この音だとね、なんかちょっとただのおにぎり売ってるなんかね、なんかね、マッチ売りの少女みたいになっちゃうから、ちょっと一個だけなんか、あ、上野さんすごいねってなってるとか、上野って言うんですけど、上野さんすごいねってとか見せてですね。今のくだり嫌ですI'm not afraid to die.
と10分だって聞いた。私歌うたみたいな。できました。あと2回目に、もうなんか朝路上でこれあるかもしれない。あのこの後に、疲れたらやるし。一生どのお願い神様聞いたあの頃願いを叶えてよ。この前ですね、
緒にやったんですね。で私が曲を作って美穂さんが歌詞を書いてくれたんですけど、まあ弾けなかった方もいると思うので、最後にですね猫ちゃんの歌を歌おうかな。間違えた。はい、タイトルはね、気まぐれあの子っていう歌です。楽しかったです。